兄弟たちよ、今日の福音は大きな慰めです。す、え、べ、ー、ての人々が、えー、弱いです。私たちは弱いです、えー。あなた自身、私自身が弱いです。えー、息子、娘、主人、奥さん、友達など弱いです。そして、 基本的に、私たちはこの、弟子たちと同じように、イエスクリストに、人間的な希望を置きました。え、クリストが来られたのは、 イスラエルの国を改めて立て直すためです。イスラエルの国。つまり、ローマの帝国のアッパクから自分たちを解放するために、イエスクリストが来られたと、私たちが復活に、 信じて希望しています。すなわち、私たちがあの出来事から解放されるために、クリストが来られたのです。そしてそのために私たちは教会に行っています。で、復活、復活、イエスクリストの体、 の復活、イエス・クリストの本当の復活は、あんまり私たちには語りかけないんです。私たちにとっては、イエス・クリストは、えー、どっちでもいい。復活してもいい。復活しなくてもいい。えー、冗談ではないね、兄弟たちよ。私たちが、えー、望んでいるのが、欲しいのは、この 難しい状態から解放される。この人間的な国を立て直す。でも、イスラエルの国は、イスラエルの王国は、私たち、えー、のことで、のことについて話せば、あなたと私の王国、私とあなたの 考え方に従って生きるところ。つまり家族。つまり仕事。つまり教会。私たちの理性。私たちの解釈。私たちの識別。私たちの理性。考え方に従ってみんな生きるように イエス・クリストが来られたのです。このエンマウスというところに逃げてしまう、あるいは帰っている二人の弟子は、そのような希望をクリストに置きましたので、イエス・クリストはもう死んで、すべてが終わったと絶望していました。私たちもそうです。イエス・クリストが その状態、その具体的な状態を変えない限り、うん、絶望する。そして逃げる。そして、教会から離れます。その位置から離れます。イエススクリストが私たちの、えー、希望、私たちの祈りを果たさないと、この人は、 私たちを、えー、まわ、あの、惑わした。私たちは、希望していた。が、もう、三日間前から亡くなって、すべては終わりましたって。なんであなたの子供が、教会を離れているのか、共同体から離れているのか。そのためだよ。 いや、教会はつまらん。説教はつまらん。うん、それでもあります。それでもあります、もちろん。時々、若者に合わせない。すみません、兄弟、兄弟に、えー、兄弟とか、ね、えー、その、諸極の不人気、その諸極で話していることなど、うん、その若者に合、えー、わない。 人間的に言えばね、肉的に考えばね、言葉はどっちでも、ど、どんなところにも一緒ですから。けど、それだけではないよ。人々が、だから若者、特に若者。でもみんな、教会から離れる理由は一つだけです。 Fukio sareta sengensareta kotoba wa jibun no akogare jibun no kiboto chigau toki ni Sumazuite nigete shimau hanarete shimau kiita mi kotoba aru fukyo wa 私の希望と違う内容であれば、そして自分が見言葉に、の前に罪とであるということが現れると、それを認めたくない。耐えれない。耐えられないから逃げてしまう。若者はそうですよ。 若者は、あ、私が純粋。若者は、もうすべては正しい。自分の考え。その若者の考え。正しい。すべて正しい。自分がもうわかっている。お前たちは古い。お前たちは、あの、古い考え方を持っている。私たちがわかっている。そして、その、プライドが高くて。見言葉が、お前は、 その人であるよ。お前はあえてお会いすることはできない。お前のやり方は正しくないよ。考え方も正しくない。改心しなさい。良心に、えー、従いなさい。へりくだって。許しを頼んで。その言葉を聞いた時には、耐えられないから。態度が高いから。 逃げてしまう。そして、人間はパンだけではなく、神の御言葉だけで生きるということを、教会の中で、なんか、教えられると、私たちがあんまり、あんまり。だから、危機に入って逃げてしまう。 教会は面白くないだけではないよ。ちゃんと、教会の教え分かったから逃げてしまう。ちゃんと、司祭たち、えー、カテキスタなど言ってることが、自分と違うことであるということを <laughs> 分かっているから逃げてしまう。それはそうですよ、兄弟たちよ。 あの、予言に耳を傾けたくない。だから、イエスクリストはこの二人の弟子、今日の福音の二人の弟子を、ちょっとだけね、愛を持って叱っています。お前たちは、硬いな。あなた方の心が硬いな。あなた方は予言に、信じたか、信じなかったでしょう。で、予言を信じない限り、復活されたクリストをわからない。 認められない。会わない。復旧。見言葉を聞かないと。見言葉を聞かないと。見言葉を逃げると。復活されたキリストに出会わない。これは私たちの状態。見言葉が私たちをちょっと傷つくと、ちょっと事実を照らすと私たちは聞きたくなくて逃げてしまう。それはそう。 だけど、今日の良い知らせは何ですか今日の良い知らせはただ一つです、今日たちよ。復活されたクリストが、離れている兄弟のそばに歩む。教会から離れている、教会の位置を破って、自分勝手に行ってしまう兄弟たちのそのまま、そのまま、見捨てられない、イエスクリストは一緒に歩む。 Soste yukkuri, yukkuri Ayomotte, nintayomotte Mi kotoba o aratamete Setsumei sur Aratamete fukuin O nubezutaero eh, Subete, Abraham kara, Subete, subete Kare nitsuite Gesù Cristo nitsuite eh, Sesho no nakani Aru subete no koto Yukkuri, yukkuri Setsumei stiro Kio kaino o shie Kio shimei Kio no shimei これは大きな、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 慰めです。あなたの息子が教会に行ってない落ち着いて。あなたの娘は教会から離れているのか落ち着いて。落ち着いて。安心して、祈る、祈って。もちろん、祈って。祈って。でも、クリストが、その離れたとこ、えー、兄弟、離れた人々、 のそばに歩んでいます。そして、彼なりに話す。話す。話す。教会を通して話す。兄弟、ある兄弟を通して話す。ある司祭を通して話す。そして出来事を通して話す。減り下させる。離れるという道は結局、 ヘリクダル道となる。どうして神様がすべての人々のことで嫉妬を感じていますから、誰でも失いたくないから出来事を送る。自分が間違っている、私が読んでいる道は物質的な慰めに行こうと思っているけれども、やっぱりどこにもないということを分からせるためには、 出来事、問題、難しさ、などなど。恐、恐れてはならない。自分のこともそうだった。そうですかもわからない。今あなたは多分離れているかもわからない。散らされているかもわからない。教会に行っていてでも心が散らされているかもわからない。クリストがあなたの望み、あなたの祈りを果たしてないから、心の中では文句,文句を言ってます。かもわからない。体は教会の中にいるけど、 心が離れているかもわからない。で、クリストがその固い心にまだ語りかける。クリストは私たちが行くところには彼も降りてくださる。良い僕者ですから。私たちを愛しているから。私たちを見捨てられないから。そして、時が満ちれば。そして、本当に少しずつ少しずつ私たちの心を盛り上がさせる。盛り上がさせる。 私たちの心を少しずつ少しずつ触れて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 、盛り上がって盛り上がって盛り上がって、そして、なんか夜になると、本当に怖い時に、本当に困った時に、ホットムス子と同じように何も食べることがないという時に、本当に自分が弱いであるということ、自分がどこへもどこへ行っても何も変わらない、あるいはもっと悪くなるという、 その経験をしたときに、お願いします。取りすぎないで。一緒に晩ご飯を食べてください。ちょっとだけ。もう、クリストの声。まだクリストであるということは分かってないえ。けど、その言葉、その存在、その愛、によっています。その愛が、そちらだけにあると。この人だけにあるということ。その、 教会の中だけにある。ということを、ちょっとだけ、わきまえてくると、お願いします。一緒に、一緒に、止めてく、止まってください。一緒に。この祈りが一番純粋な祈り。それをして、それをして、それをして、その、えー、出来事を解決、えー、してください。その問題を解決をしてください。この、 私の祈りを聞いてください。私の希望、私と違って、ただ一つのことだけ。あなた。あなたが私と一緒に残ってください。私はあなたのことを大切にしています。あなたの存在が必要です。あなたの愛が必要です。これ、これクリスト者。これクリスト者。新しい生き方。 新しい希望。新しい望み。クリストと一体となること。以外は全てが与えられます。人生はそのままでいい。イエスクリストと共にいると。イエスクリストに出会うと。イエスクリストを触れると。イエスクリストで満たされると。その愛が私たちを満たすと。他のことはとんでもない。イスラルの国はとんでもない。クリストだから。 クリストが天国。クリストは神の国。わかる。これ。あなたの息子が、この出会いまでに、時間かかるかもわからない。えわからない。必要な、必要な時間。1ヶ月、1年、10年、20年がわからない。あなたが落ち着いて、安心して。イズクリストが、彼を愛しています。あなたを愛しています。彼を愛しています。 そして、いつか、その位置、その教会、その教会の交わりに戻らせる。ね、そして、イエズス・クリストであるということを分かったと。ね、まあ、私たちの心はなんとかね。もう、<laughs> 盛り上がっていたね。そうだね。クリスト、やっぱり。やっぱりクリスト。そして、走って、イエズスンに戻る。走って、教界に戻る。交わりに戻る。そして、 ペテロ、そして、司災たち、そして、あ、クリストに出会ったよ。あ、私たちもクリストに出会ったよって、すぐ、天霊になる。遮となる。感謝の祭儀となる。すぐ、そのクリストの復活を祝うこと。私たちの目的。これは私たちの、あの、本当に目的地。私たちが言ってるところ。その、喜び、その感謝、その祝い。 その、誉まれ。私たちの人生は、天礼に変えられる。いつ、いつ、どこでも、神様に叩えます。褒め叩えます。復活された、クリストを、みんなに述べ伝える。そして、その述べ伝えた、述べ伝え方は何ですかあなたの賛美。あなたの喜び。どんな状態にいても、どんな難しさにぶつかっていても、賛美するイエス。クリストが、 もうあなたと共におられますから。取り過ぎないから。イエスクリストはあなたと共にその苦しみ、その問題、その夜中に、その暗,暗いところに入りますから。処理者として。この経験があると、大きな喜びが出てきて、大きな喜びをみんなに伝える。良い日を。